僕5番の辛さも感じたし、4番が5時の頃由伸4番が誰打った時の時、いや、みんな怪我して誰だっけな。じゃあその5番打った時は誰、4番がラミレス、やだねそれも。いやでも最後もう辞める時も5番とか入ってたんで、いなくて、結局カズマの後がいないいないってなって、結局そこにベテランが入ったみたいな、入るみたいな感じだったんですけど、まあそれもきついですよね。結局カズマの後がいないみたいな、5番が一番きついかもしれないです。今までのこうやってきてみて、まあ2番もなかなか難しい、考えるんで難しいとこあるんですけど、まあ、5番がやっぱり一番難しいかなと思いますね。僕はね、4番とかもフリーじゃないですか、そう3番もフリーじゃないですか。確かにフリーで、なんなら3番走れるってホームラン打てるやついてくれよみたいなだけだもんな。好きで打ってみて、規制ないもんな、はい。まあ、あとは、まあ、5番6番っていうのもチャンスですげえ回ってくる、まあ、7番8番も自由、うん、楽なポジション、まあ、あと僕は1番が一番楽しかったですね。1番が面白かった本当に、どうやって後ろにつなげるか、どうやってボタンを見させるかとか、でファール打ちを覚えたんですよ。だって年間7球殺したんですよ、ね、平均何倍やったかな、なんか見えた記録だぞそれ、なんか7球台なんて。それでも面白かったですよ。2ストライク追い込まれたらもうやっぱ打てないんで、2割ぐらいなんで、うん、ファールだけ打っとけば、相手のベンチ向かって打っとけば、そういうことだよな。もう7球8球って見せられたらもう三振しても今仕事が終わってるいい仕事だったって言われる、うん、それはそう、一番楽しかったですね。で、何の話でしたっけ。いやいや、どういう打線にするかっていうのは、打線ね、まあ簡単に言えばもう重量打線でいくって言っても足は使いたいじゃん、うん、それをこう監督がどうするのかって、まあ料理は監督がしてさ、ね、していくんだけど、我々が作る打線としては監督がやっぱりもうとにかく打てるようにしたいわけじゃん。で、足も使いたいだろうしっていう中で、亀が監督ならどういう打線を作るのかっていう、まあ、やっぱりさっきも言ったんですけど、やっぱアクセントになる選手は間に入れたい、うん、で今のヤクルトなんかすごい理想的で、やっぱ外人をつなげないですよね、うん、そこに中村捕手が入ってバントもできるな、エンドランかけれるアクセントがあってみたいな。そうなんだな、エンドランってさ別に足が細くてもいいんだもんな。いいですよ。じゃあ中田翔、まあ、あそこはしょうがないですよ、クリーンアップなんで。じゃあ例えば今年やったらウォーカー、ポランコって並んだとこで何もできないじゃないですか、うん、そうだな。そこにやっぱアクセントとしてそういうこう入れることでやっぱりつなげることもできるし、確かに、まあ、ウォーカーも足あったんでっていう、そういう選手がポンと入ってくれると、うん、もうちょっと監督もやりやすいのかなっていうのもあるし、うん、そうだな、はい、まあ、今やってる練習も効いてくるじゃないですか。そうだな、ね、まあ、そういうふうには今そういうことしかできないのかなと思いますけど、うん、足は使いたいですね。でもね、使いたいよな、足は使いたい、どうしてもな。だから俺翔でも監督もさ、翔が走る気っていうかさ、盗塁じゃなくてエンドランのスタート、なんとか盗塁するスタート切りますよみたいなだけでも相手は嫌なわけじゃん。はい、足上げたエンドランじゃなくて限りなく盗塁に近くて、なんかもうエンドランのサインでセカンド取るぞぐらいの、そうですね、ゲッツー崩れ、ゲッツー取られないぞみたいな走塁ぐらいしてほしいよな。そうですね、うん、それもやっぱり走塁力っていうのもやっぱりそれぞれ持ってほしいな。そうだな、各駅停車なんで。そうだな、そこは明日高いのに聞くからさ、ね、あいつにシックスバックやってる場合じゃないよっていう僕は比べちゃダメですよ本当にな。でもそこは高弘とさ話して、やっぱ監督にいいお話を持ってきたいわけよ、ね、この YouTube も監督にこういう我々考えてますよっていう。だから亀もどんどん監督とさ、はい、たくさんコミュニケーション話すことだから、はい、監督と話してさ、でこうみんなにこう誤解がないようにしておきたいよね、うん、我々首脳陣って。そうですね、うん、やっぱりこう監督の下にいる我々が監督が困るようなことをさせないって何かっていうと、あいつあんなこと言ってたよとか、こいつこういうこと言ってたよとかってない状態を作っとかないと、うん、それ一番だね、その不協和音ってこっちで、あ、ピーチ君、右往の衆みたいにならないように我々がしていく風通しをね、もちろんもちろん、そこをやんないとさ、チームとして1年やっていけないよな。1年楽勝じゃん、はい、まあ、俺ね監督やったけど、監督ほんと大変だからまあ俺ら番手についてる人は怒られてるだけで、もう何の苦労もないぐらい監督は大変なんだ。俺すごいと思うよ原さんって、3期もやってんだよ。そうですね
何年って10すごい年数です。7年ぐらいですか。そう7年18年。元気じゃない、グランドいてもさ。だからまあそのやっぱりなんか 俺が思う腹立つのりって人はかっこよくいてほしいわけよ。かっこよく胴上げしてもさ絵になる人にこうさせましょうよ。そうですね。ね、まあうまくぜひね、なんてやりましょう。なんとかだからまあそのよく言うのはさ、その人間なんだうまくいかない時もあるよじゃなくて、そんなのもちろん込みで付き合いじゃん。そのゲームがうまくいかない時なんて当たり前だったの。で選手もさ4の1でいいわけ。もう1日1年打ってさ、日本も3本打てる、簡単にいいとこで1本パン、そうパンってもう十分、うん、でもこれ1個取ってくれれば3割3分3人ですよ。だからその辺の非常口はさ俺たちだけといてあげるようにして。そうですね、バッター陣でおかげさまでさ、そのいいコーチの人たちもバッティングも、まあ、3軍まで駒田監督がいてさ、で名球会の人が3軍にいてくれるわけよ。で2軍も二岡なんてさ、監督も、まあ、まあ、守備も良かったけどバットマンでもあるわけだし、いろんなバッティング教えてくれる人がいるから、そこをみんな我々がとりあえずトップリーグのトップにいるわけだから、こう誤解のないように下にこう風通しよくしてあげることが我々の仕事のだと俺は思ってるの。そのだからチーフっていうのはそこを風通しよく、神にそこの仕事やんなくていいよって、神選手とちゃんとこうやっといて俺風通しとくわっていうだけだと思ってるから、だぜひ神もどんどん技術さ、はい、あの継承じゃん我々のコーチングって。もうそう思わない、1年やっていろんな教わったことを下にどう伝えていくかだけで、経験と教わったことと、だから神もどんどん勉強してさ、はい、下にこう伝えていってあげるっていう仕事をさ、はい、作業して、でもやっぱこのユニフォーム着るって何かのね強運がなきゃ絶対着てないから、そうですね、このユニフォーム着れるっていうのは、だからそれはあの亀の今までの人徳とさ、亀の家族、亀のこのご先祖さんとかがさ、そういう徳を積んだんだと思ってて、ぜひ俺とさ、はい、とかでまたこの打撃部門盛り上げて、なんとかしたいですね。なんとかな、なんとかそういったもん、我々日本人にならないと認められないと思って、はい、行こうよ、はい、そうですね。だから俺この間ね、タコはもう食べないって決めてんのも、そうなんです、呼んだことがだから、はい、僕逆に食べてやろうかと思ってるぐらいです。いや、それで楽天の時ダメだったんだよ。あ、そうなんですか。そうで、決めてやったんだけど、この間韓国料理食いって、あ、生タコある、タコ頼んじゃって、バカだね、俺って。韓国はもうタコですからね。あ、まあいいな、ナッチね。まあでも、まあ その、それはともかく、ぜひ我々で打撃本は、はい、責任を負いましょう。そうです、ね、あの選手らダメなのは、やっていきましょう。わかりました、ね、よろしくどうぞ、今日はありがとう。はい、ありがとうございました。